動画の視聴ありがとうございます。ここでは、ベックが使用書士用に作った6法についてご紹介したいと思います。具体的にはこちらの書籍になります。使用書士試験6法2024年版。昨年から発刊したこの書籍、今年いろいろとバージョンアップしています。はい。で、まずこの書籍、どういった特徴ながあるか,あるかといいますと、こちら、使用書士試験に特化しているということ。具体的に言うと、 司法書試験で必要6法を買われても半分いや下手すら3分の2以上は受験に関係ない無駄ななページになっていますこちらは受験に特化し受験で必要なものそして細かすぎるものを除きこれは読んでほしいなと,といったものだけを掲載しています。 また、それだけではありません。今年からこちらの6本いろいろ改定をしました。まず一つは、2色刷りにしました。色があるないって、やはり記憶に直結します。緑と黒という形の色づくりをしています。他にもあります。この2つ、区別がつくでしょうか 民法の条文、すべてが重要というわけではありません。重要な条文にはこちら、四角でくくる、そうないものはくくってない。これによって、ああ、条文が書いてある、ちょっと引いてみよう。あそんな重要じゃないんだ。じゃあ、軽めに読もう、うん。ちょっと引いてみよう。うわこれ重要な条文か。ちゃんと読もうと。こういったメリハリが書けるようになります。他にもあります。 多分、条文学習で一番使うと思われるのが、会社法です。会社法はいろいろこだわりを作りました。まず一つ目なんですが、ちょっとこれもう少しアップさせますね。文字のフォントが大きさが違うのはわかるでしょうか。会社法って、カッコ書きが応酬されます。で、このカッコ書きにはまってしまって、本体が読めなくなる。 そういういここととがあるのでこのでろは字を小さめにしましまたそれによって初めのうちは大きな字だけ読むでだんだん小さい字まで読んでいくといった形で学習のメリハリがつけられるようになってます。また会社法の厄介なところは条文の順用なんですね。 33条10項10項なんだっけなって言ってパラパラめくってあこの話かと時間取られます重要条文に関してはこちらどういう内容かどういう内容かをざっくりと入れるようにしていますこちらの手法はレックのほかの書籍である完全択一六法簡択と呼ばれる書籍で皆さんから好評を受けている手法です 重要条文はざっくり入れるということもやっています。はい。そして、今更ではありますが、こちらの六法、横書きです。普通の六法って縦書きなんですよね。でも、本試験って横書きなんですよ。やっぱり、今抱いてる書籍とかって、縦書きって少ないじゃないですか。やっぱ横の方が読みやすいと思って、横書きにしています。 はい、2023から2024、いろんな回答をしました。本当に見やすい六本になっております。ぜひ一度、書店、レック等でお取りになって見てやってください。こちらの動画の方は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。